師匠、おい、お願いしました。週刊石川由美様やな。また増えましたね、週刊。もうなんかいっぱい情報があってさ、整理しきれへんで。はい、じゃあ整理しながら週刊石川由美をまとめていこうか。はい、まずなんか自分のお顔をインスタに上げてるのにコメントがついたと。はい、コメントが老けましたね、50歳ぐらいの方かと。これ実は同じようなことを配信でも言ってたよな、俺らな、この前な。石川さん老けたよねっつって、なんかちょっと前から比べてもめっちゃ老けてへんみたいなこと言ってたよね。出てそれがコメントに書かれたと。そういうことを、50歳ぐらいの方かと思いましたみたいなね。に関して何か問題があるんですか、50歳ぐらいに見えることって、って返してると。うん、問題あるとは言ってないな、別にな。うん、老けましたねって言ってるだけやな。うん、でもそうやって返すってことはお前が問題あると思ってるってことやんけな。すぐ反論できてしまう。もうほら石川さんもさ、うん、女だから。私は人間なので年を取ります。何か問題があるのでしょうか、老けること。いや老けたねって言うてるだけやんな。だから言われるの嫌なんですよ、この人女だから。じゃあ、はい、あげへんかったらいいやけ。うん、そこなんですけどね。若く見え、せめて若く見える画像をあげればいいやんけ。わざわざコメントに書く理由は何なのでしょうか、嫌味やろな。人は何とも思わないことをわざわざコメントし、いやだから別に言い悪いじゃなくて、いやなんかここんとこ老けてないとは思うよね、普通に。別に俺らも思うもんな、うん、あんがめっちゃ増え、単純にめっちゃ老けてない最近って思うよな。もうちょっと前は若さあったと思いますけどっていう話なだけな感じなんですけど。ほんで、岸本さと子さんを推してると。杉並区長立候補している岸本さと子さんはなぜか推していると。で行ったら辻元さんも来ました、感動。あの、あかんやつらが応援に来たよな。あかんやつカルテットが応援しに来たから。うんうんうん。枝野も来ました。うわ。あかんやつカルテット。まあ、そのことは別の動画で喋ったので。はい。まあ、50歳に見え、いや、でも、老けたよね。もうちょっと若かったよね、ちょっと前の。なんか、いろいろ考えすぎなんちゃいますか。ちなみに俺は10歳以上若く見られます、大体。まあ、俺の自慢してもしょうがないけど、俺はくよくよしないので若く見られます、どっちかっつうと。まあ、ちょっと歳よりは老けて見えるよね。んでさ、はい、辻元さん見れた感動とか言ってたけどさ、うん、俺なんかちょっと前のツイートでこんなこと言ってるんですけど、はい、まあなんか岡村隆史の署名をしたときに、なんどうのこうのがあって、うん、セックスワーカーどうのこうの言って、立憲応援できないって言ってるんですけど、ついこの間で6月17日に言ってるんですけど、はいはい、で辻元とか枝野来てるとか言って感動とか言ってんの。パンがもうそん時よってさ、もう言うこともたかだか今20日なんで、6月の、うんうん、撮ってんのがたかだか3日前に言ってたことがさ、なあ何やねんもうお前はって感じやな。さすがでさ、はい、弟子が発見してきたことなんやけど、創価学会員やねんな、石川さん。意外なことに、うん、これつぶやきとしては2019年のつぶやきで言ってるんですが、はい、創価学会員としては、でなんで公明党じゃないんやろな、それだったら。うん、まあ疑問やけど、まあ俺の推理というか推測やけど、うん、
その創価学会員であるっていうのについてなんか言ってんねんけど、なんか両親が信仰していることを疑うのは難しいしとか、声を上げるなんてさらに難しいんだよなとか言ってるから、まあ反発はないんだろうな。その創価学会員である両親に対して反発があって公明党を押してないのかもな、うん、選挙も公明党に入れてねって親から言われる、まあ要はあるよね。別にそれは創価学会員じゃなくても言われますけどね創価学会員の人からもうなんだって。まあ新情報っていうか知らんかったねそれはね、うん、まあなんせ今日のまとめ、はい、今週の石川さんに対する俺のまとめ、はい、年齢のこと突っ込まれるぐらいでいちいちうだ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 反論してどうすんのじゃあもうなんかもうあげんなよ、はい、自分のねそのご尊顔をよ、うん、以上です、はーい。